駅のこれでパーンパチーやないとめっちゃ見てもうこれ以上撮ったら怒られるわ。大ちゃんどこが知ってる？大ちゃんがどこにいるのか。あもうさっき出てきたらあかんやんけ。もうちょっとちぎって言うたらわかる。わかるねんな。カーテンの後ろに隠れてたみたいです。すごいねあんた。ちぎって言っただけ。え、ちょ、身構えてんちゃう。はい、読んでくれへんかなって。大ちゃん、あんたグノシーに乗ってるね、グノシー。あれ以来じゃん、節分の赤鬼。赤鬼？赤鬼？あ、赤鬼もなんか乗ったな、グノシーやったっけ、グノシーに大ちゃんファンがいてるで。グノシーにお礼のレター送っとこう、大ちゃん。レター。レターって。麦ちゃん、パン食べに行ってくるな。パン屋さん行ってくるわ。パンツ入ってる。パンツ入ってる。パン食べてくるわ。くだらねえ。くだらねえ。麦ちゃん、携帯忘れてる。ダメ。いいじゃんそれ。よし、行ってくる。はい、誰も来ないわ。来ねえ。行ってきます。寂しい。うん、もういい、来ない。来ない。じゃあいいね、大ちゃん。何しに担がれてる。いいね。なんかすごい気に入ってる。おとなしいだ。でかいの。あ、そう、昨日マキノの赤ちゃん来て、体重何キロって言って言ったら、6.2 って言ったから、あ、大ちゃんと一緒や。はい。お昼ご。お昼ご飯。お昼ご飯。お昼パン。お昼パン。お母ちゃんの、と、が役に立ちます。いただきます。いただきます。大ちゃん、いただきましょう。大ちゃん、ちょっと、見て。はい、おいしい。うん。おいしい。おいしい。覚えてますか？君の名は見てます。先輩、ちょっと。全然。抱きくんだ。まだ。部屋で糸森の記事を読んでます。糸森って、大ちゃん雑誌とか手当たり次第しか書きたい。大丈夫、優しそう。で、扇風機ってお母ちゃんのが好きやんね。うちわかる。くるくるうちわかる。これがうちわかじゃん。うん。どないするつもりだ。どないするつもりだ。結構多いです。次は何年ですか。今ないでしょ、大ちゃん。どうする。ちょっと、あ、怒った。隙間ないでしょ。
こう囲まれてながら同じ九州にいる大分の栗崎港。左足のフェイントで食べちゃダメだよ、ムミちゃん。食べられへんって分かるかな。あっ、やめやめやめ、ええかどうか知らんけど、あかんや、あかんやぞ。キャベツのみじん切り簡単にできました。ちょっとずつしか入れたらあかんね、うん、最初欲張ってキャベツ全部入れたら全然、うん、できない。あ、どっかになんかそういう感じ取った、ほんと、うん、どっかどっかってどこのどこ、あの表面、うん、大量に作るものもこれはダメやけど、うんうん、ちょっとずつやってね。そうそう、みじん切り、なこの何のみじん切りでも、うん、ニラ、ニラのみじん切り、素晴らしいこれ、うん、いや素敵、かいちゃん感動、これはいい、もやし、かいちゃんの餃子の隠し味、もやし、それで、うん、素晴らしいやろ、うん、いやー感動感動これはいい、よし、こんだけ、はい、おかちゃん、手作り餃子、なんで噛む何噛んでんの、噛むのがお父ちゃんの個性、はい、こんだけあります、40個って飯なんなん、うん、元気で初代です、動物だよ、ダメじゃないか、ちょんと飛んでしまった、大丈夫、それは飛ぶな、これ入ってよ、こっち入ってよ、はい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 、大ちゃんが、大ちゃんが、麦ちゃんの場所に、麦ちゃん、なってない、あれ、さっきまで大ちゃん、麦ちゃん怒っていか耳になっとったんやけど、カメラを向けた瞬間にいか耳でなくなりました。はい、餃子焼きます。餃子です。餃子、曇りました。今夜は手作り餃子。作るのはお母ちゃん。焼くのは父ちゃん。はい。真ん中に、もやし。浜松餃子風に作ってみました。浜松餃子？浜松のはずやね。宇都宮？うん。忘れた。いただきます。どっち？いただきます。で、おいしい、おいしい、グッグッグッ、抜群、よし、いただきます、はい、お疲れ様でした、いいよ、うまい、はい、2皿目、40個目です、頑張ります、どうぞ、どうも、どうぞ、どうよ、食べて、食べてよ、どうぞって何、いただきます、いただきます、いちじく、いちじく、いただきます、うん、ライちゃん、ライちゃん、ライちゃん、ショコリ、ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。お前ら。
チャンネル登録してくれた